苦手科目の勉強って本当にやる気出ないですよね。どうも、アイジャス。今回は苦手科目の勉強法について話していきますので、ぜひね、皆さんも苦手科目をね、頭に思い浮かべた状態でこの後見てもらえたらと思います。今回皆さんにお伝えしたいポイントは4つありまして、まず時間設定、そしてマラソン思い込みヘルプです。まずは時間設定から。皆さん次のテストで例えば苦手科目を克服して得点をがっつりアップしようって、この科目今回こそ頑張るぞって思った時に、やっぱり苦手なので分かってるから時間配分を多く設定すると思うんですよ。他の得意な科目よりもいっぱいやらないとさ、伸びない、伸びにくいのも分かってるので、でそれはいいんです、それは正しい発想なんですけど、やっちゃいけないのが1回の勉強時間です。つまり今から苦手、俺だったら国語苦手なので、今から国語を勉強しようと思った時に、今日は国語頑張るんだよっつって今から3時間みたいな設定をするとめちゃめちゃ落とし穴にはまります。苦手科目は当然苦手なのでつまずくポイントが多いわけです。他の科目より普通にワークやってても、わかんない、何これ、どういうことみたいなことがいっぱいつまずいちゃうんですよ。でそのために確認して覚えて確認して覚えてっていうことを多くなっちゃうので、進むスピードも遅くなるし当然疲れちゃうんですよね。だから1回の勉強時間のボリュームを多くしすぎると、そもそもその目標まで達成できない、できないし、なんかやっててもダラダラ勉強しちゃってる気がして身にならない、いろんな悪循環が絡み合っちゃってさらにやる気がなくなっていっちゃうんですよ。だからどうすればいいかっていうと、1回でやる勉強量です、量を少なく設定してください。もうこれぐらいでいいの本当にって思う少ない量から、ワーク2ページだけとか、そっからでいいんです。でその量を設定して、この2ページをこのぐらいの時間でやろうって、その時間もできる限り短く設定してほしいんですが、まずは少ない量で設定していく、それを分割するんです。いっぱいだって飽きちゃうんだもん、疲れていっぱいやろうと思っても。だったらもう20分とか30分だけやって得意科目をやる、でまた苦手科目をちょっとやって得意科目をやる、そんな感じでいっぱい分割して分散させて勉強するようにしてください。2つ目はマラソンです。このマラソンはさっきの時間設定に関わってくるんですが、さっき分割してねって話をしましたよね。つまり1回の勉強時間は短くなっていきます。でも量は追わなきゃいけないんですよ。苦手だとね、やっぱ克服するには量は必要なので。ってことは早い段階に勉強をスタートさせないと間に合わないんですよ。例えば今までテスト勉強を2週間前からやってた方、苦手科目だけでもいいので3週間前とか、もう普段の毎日の勉強からもう次のテストを意識してやっておくんです。苦手科目ほど前段階、長い期間を設定して勉強していく、これがポイントです。得意科目は瞬発力出せるんですよ。今から1時間やるぞって、数学やるぜって、解けるから楽しいし、サクサクいくんですよ。でつまずく問題も少ないから、確認するものも少ないんですよね。なので結構短期間の勉強でグイって成績が上がるというか、力が身につくんです。もうダッシュができる。でも苦手科目はそもそもダッシュできないんですよ、つまずいちゃうから。だからゆっくりマラソンをしていくしかない、こうやって。なのでゆっくりマラソンをして、でも距離を稼ぐためには早い段階でスタートしないと間に合わない。なのでさっきも言いましたけど、苦手科目ほど早い段階から、普段から意識して勉強していく。勉強は少なくていいんだよ、少なく設定する必要があるんだけども、早い段階でやっておくっていうのを意識しておいてください。3つ目は思い込み。私もともと塾講師でいろんな生徒とね、こう苦手科目の話もしてきたわけなんですが、まあ、よく言われるのが、私日本人だからさ、英語の勉強なんかしなくていいと思うんだけどみたいな、まあ気持ちはわかるわかるんだけどってなるんだよ。でそういった話をしていく中で、よくね聞いていくと、その科目の嫌いってね、その先生が嫌いなことがすごく多い、まあ、先生が嫌いとか苦手、先生の授業スタイルが好きじゃない、だからその授業を受けていくモチベーションがすごい下がってるから、もうその科目も嫌い、できないし嫌だみたいな風になってる方って結構いるんですよね。でも塾で教えてて思うんですよ、別にやってたらさ、全然その科目苦手って思わないよね、だって教えたら解けるんだもん。でも自分の中でもうこの科目は嫌って思い込んじゃってるから、思い込みってね、そのネガティブな思い込みって人の成長めちゃめちゃ妨げるの。勉強だけじゃない、スポーツもそう。もうこの例えば技もうできん、俺は無理って思ったら、いくら練習したって身が入ってないから伸びないんだよね、できるようにならない。勉強もすごくその節があって、だからそこをまず崩してあげなきゃいけない。
でみんなも今ねこうみんなの状態を見てさ、そんなことね苦手じゃないやってみって言ってあげたいんだけど、詳しくは言えないじゃん。だから自分の中でまずこの科目が苦手、どうせやっても伸びねえんじゃないかなって思ってるところがあったら、一回そこバーンってやってごらん。一回思い込み壊してみ。いや難しいよ、難しい。でも思い込みを壊すっていうのが大事なんだっていうことはぜひ伝えておきたい。そしてもう一個、その思い込みを壊していく中で大事なのが、毎日こうやってね分割して計画立てて勉強していくじゃん。で勉強して、例えば夜寝る前とかにその日ね苦手科目だけじゃないけど振り返ってさ、今日これできるようになったなって、つまり自分の苦手な科目でもちゃんと勉強してできること増えたなっていうのを確認していってほしい。自分がちゃんと前に進めていること、レベルが上がっていることは自分で自覚、自認してあげる。それはすごく大事。その積み重ねでどん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 自信がついていく。もちろん一番はテストで結果が出るのが一番だよ。数字でパッて見て、あ、上がったってなるのが一番自信がつく。でもそこに行くためにさ、その前のアプローチで自信を積み重ねていかないと、やっぱり伸びにくくなっちゃうんだよね。だから毎日ね、こうみんなの頑張りをまず自分で認めてあげるってことも大事にしてください。そして最後はヘルプ。苦手科目ってやっぱやっててもたくさんつまずくじゃないですか。でしかも厄介なのが、解説とか読んでも分かんないんだよね。俺何回国語でそれ思ったか、いやこうだからって、いやそれが分からんのよって思うわけで、それをね自分で調べたり自分で解決するのもすごく大事、すごく大事だけど時間かかっちゃうんだよね。やっぱ受験勉強もテスト勉強も時間が大事だからさ、そこを誰かを頼って解決してもらえたらさ、すぐ終わるじゃん。時間が浮くわけじゃん。なので誰かを頼るって、誰か頼っていいんだって、答えね、この解説の部分を教えてもらっていいんだっていうのは一つポイントとして覚えておいてください。もちろん身近にそういう方がいないっていう方もいると思います。まさしく俺が中学の時それだったので、友達にも聞けんし塾にも行ってなかったからね、塾の先生にも聞くことができなかったので、まあ大変だった、大変だったよ、だからもちろんみんながみんなできるとは思ってない。でももし例えば友達とかに聞ける人がいたりとか、まあ、塾の先生、塾とかもその価値だと思うんだよね。塾の先生で聞きやすいからさ、自分の例えば1週間で勉強した疑問点を塾に行った時にたくさん質問して解決してもらうとかもできるわけじゃんか。そういった感じで、まあね、親とかね家族でもいいんだけども、身近な人でやっぱ質問するね、力を貸してもらう。で友達に頼りすぎるとさ迷惑かなって思うじゃん。もちろんね友達の勉強時間奪ったらいけんけども、まあ、その友達がいいよって言ってくれてるんであれば、そのねやっぱり力を貸してもらって、でテスト終わった後に、まあ、一番のさ恩返しはやっぱり伸びることだと思うんだよ。自分の得点をちゃんと苦手科目でほにゃららちゃんが教えてくれたから、ほにゃららくんが教えてくれたから伸びたよって言ってあげることで、まあそれプラスアルファで、まあ、よかったらさなんかご飯行ってさ、ちょっとご飯ごちそうするお礼でねごちそうするとかもいいと思うんだけども、まあ、とにかく人を頼るって、自分一人で全部解決しようとしないっていうのは、何度もしつこいけど解決するのもいいんだわ、いいんだけども、一人で全部抱え込まずに誰かを頼るっていうのも一つのポイントとして覚えておいてください。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。私学生時代ですね、勉強ってちょっとゲーム感覚だなって思ってたんですよ。っていうのも、まあ、勉強するとできることは増えるのでレベルが上がっていく感じです、自分ので。レベルが上がっていくので、まあ、強い敵もこう倒せるようになっていくわけです。で苦手科目ってもうボスなんですよ、自分からすると。だからもう当然倒しにくいわけです。でも倒しにくいボスだからこそ、倒せた時の達成感とか爽快感ってやっぱ大きいんですよね。当然得意科目のさ得点上がるのも嬉しいですよ、嬉しいですけど、やっぱ苦手科目、これを苦手って分かってて、で普段勉強しててもさ苦しいわけよ、うまくいかないしなかなか進まないし、でもね当然泣いちゃう日とかさ、こうへこんじゃう日もあったかもしれない。でもそれを我慢して乗り越えてこう戦って倒せた時、やっぱその自信というか、そこでしか感じられないものがあると思ってるんです。でそれをぜひみんなに味わってほしい。まあ、こんな話をしてもさ、今までね頑張ってきたけどうまくいかなかった、だからどうせ無理だと思うって思う方もいると思う。確かに俺もそうだった。一回ねやったぐらいでうまくいかないこともあるのよ。まあ一回でうまくいくこともあるんだけど、だからトライアンドエラーなんだって。チャレンジしてやっぱり修正して、もっとうまく達成、あとトライして、でだん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 レベルをより高くしていってボスが倒せるようにしていく。勉強法はそんなもんだから。だから今この話を聞いてもうーんって思う方も、ぜひ自分のことで諦めないでください。いけるから。もうこの動画さ、だって苦手科目の勉強法って聞いて再生してくれたんでしょ。ってことは何とかしたいって思ってるんだ。その心、その気持ちさえあれば絶対伸びるから。
なのでぜひ自分の可能性を自分で諦めずに一歩一歩前に進んでいってもらえたらと思います。はい、ということで、ね、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。では今週1週間もお互い頑張っていきましょう。それじゃあまた、ね、バイバイ。